はい、こんにちは。たけチャンネルです。今回もですね、ディアゴスティーニの AE86 スプリンタートレードを作る。こちらの、96号からですね、96号から100号までの作業をやっていこうと思います。はい、というわけで、まず96号ですね、ボディを組み立てる球、左クォーターパネルを取り付けるってことで、左のリアフェンダーですね、これを取り付けていきます。まあやること自体はね、右の時と一緒になるんで、もうサクサクっといっちゃいましょう。よいしょ。ただまあね、ここねドライバーがね入りにくいんで、ちょっと作業がしにくいっていうところはあるんですが、まあ頑張ってやっていきましょう。じゃあね、まずはこのサイドモールをここにセットしてあげて、裏からネジ AP を使って固定します。このサイドモールはね、実車は両面テープで貼っつけるだけですね。これ確かね、ヘリテージパーツで新品が出るようになったんじゃないかなと思うんですけどね。どうやったっけな、一時期はね、このサイドモールとかも手に入らなくてね、すげえプレネになってたんですけどね。よいしょ。はい、こんな感じでつけてあげる。これね、地味にトレノって入ってて、これトレノとレビンで別になってるんですよね。よいしょ。よし、だんだん出してきて、ここにはめるんですけど、この時バンパーとか、テールランプとかの位置関係とかを考えながら、ここにはめ込みます。はめ込んであげたら、裏からネジで固定するんですけど、この時ボディに傷がいっちゃうから、クロスを引いて、ちっちゃいな。よっ。置いてあげて、で裏からネジ ALM で止めていきます。ちょっとね、内側からの作業になるんで、ちょっと動画に映しにくいんで見にくいですけれども、なんか左の時よりもネジが入れやすいような気がする。どうせかな。ね、見にくいですよね。ごめんなさいね。ここばっかり、こればっかりは仕方ないで。よいしょ。このね、左、リアフェンダーのパーツがね、別パーツになってるっていうのが、最初僕ちょっと、どうかなって言ってたんですけど、意外とね、まあ、組んでみると、パーツの精度のことも相まって、そんなにね、ここの分割線気にならないかなとは思います。僕個人的にはこれぐらいだったら、ま、許せるかなっていうぐらいの分割線の見え方かなと思います。まあ、そこはね、どれぐらいが許せるのかっていうのは人によって違うんで、やっぱり嫌って言う張る方もいるとは思いますが、僕はギリ許せるかな、これぐらいだったら。よいしょ。よいしょ。こういう形？あ、どっちかというと僕この色が違う方の方がちょっと気になりますけどね。色が違う方が気になるけど、まあ86よくあるパターンなんで、まあこれはこれで86っぽい。とも言えないこともないこともないかなという感じですね。はい、こんな感じ。はい。あ、で、そうだ、右リアフェンダーの時は、この燃料の給油口をつけたから、ちょっと手数が多かったんですよね。で、こっちは何もないから、ただつけただけって感じなんで、全く一緒ではなかった。全く一緒ではないんですけど、まあ、つける作業自体はほぼ一緒っていう感じ。はい、こんな感じ。だからここにね、合わせ目が出ちゃうのと、ここですね、ここにも合わせ目が出ちゃうっていう感じ。ここ実車の場合はね、こことバックパネル溶接して上から塗装してるから、継ぎ目はあるんですよ。実車も継ぎ目はあるけど、上からシール入れて上から塗られてるんで、そんなにここまでは目立たないっていう感じではあるんですけど、まあまあこれぐらいも僕は許容範囲かなと思います。はい、こんな感じ。そしたらこれで、96号終了なので、次97号に行きましょう。はい、では続いて97号やっていきます。
97号はバックドアパネルを組み立てるってことで、まあ、リアゲートですね。リアゲートの組み立てやっていきます。はい。そしたらまた裏返すんで、ここにインディアンカレー引いてあげて、ここに、リアゲートね、置くのと、このヒンジですね。ヒンジを出してきてあげます。で、このヒンジは、裏側に S、あ、S じゃない、M、M じゃない、LR。LR って書いてあるので、それを確認してつけていきます。はい、なんで SM ってなったんでしょうね今ね。はい、でここにつけるんですけど、まず裏側に L の刻印が入ってるやつ、 L の刻印が入ってるやつ、あ、 L から SM になったのかな、サイズの話になっちゃう。はい、を、こっちですね、裏返しなのでこっち側に L をつけてあげる。で、ネジ SM で固定。まあ、実写のね、ヒンジの形はこんなんではないんですけど、まあ模型なんでね、ある程度はもう仕方ないかなと思います。で、ヒンジを左右ともつけてあげましょう。ちょっと、あと、舐めた。ここ舐めましたね。ネジ穴の方が舐めたけど、まあ片方止まってるから大丈夫でしょう。ねえ。気ぃつけないとね。はい。そしたらこれで97号は終了ですね。で、これに入ってたこのキーシリンダー。キーシリンダーは今回使わないので、一旦避けといて、次の号行きましょう。はい。続いて98号ですけども、98号はクォーターベントダクトっていうのを取り付けます。これはこの2つですね。この2つのパーツを、ボディに取り付けるので、これを出してあげて、ドーンと。で、裏に LR って書いてあるので、R の方を右側に。で、L の方を左側につけてあげます。これ、穴塞がってるんですけど、実写はね、これ穴開いてて、車内の空気を抜く用のね、ダクトですね。こんな感じ。になるので、これつけてあげたら、98号は終了なので、次99号行きましょう。はい、続いて99号、バックドアを取り付けるってことで、リアゲートを組み立てて取り付けていくって感じですね。で、やっていきます。で、相手部品こんな感じなので、順番にやっていきましょう。で、まずは、この紐ですね。この紐が2本入ってるのかな?この紐が2本入ってるので、これの端っこを玉結びしてあげると。端っこを玉結びしてあげます。なるべく端っこの方がいいのかな?よいしょ。で、2本とも同じ位置に結び目が来るようにしてあげると。だからこの辺は結びにくいな。はい、こんな感じで端っこを玉結びしてあげたら、一旦これをちょっと置いといて、次に98号についてたこのパーツ。このパーツを出してきてあげて、で、このパーツと、このリア8ダンパーのパーツを組み合わせてあげる。で、このダンパー自体は左右別がないので、これと、このダンパーのブラケットをネジ QM で固定してあげます。ネジ QM。ネジ QM ですね。で、このダンパーブラケットは左右の別があるので気をつけないとダメなんですけど、今の時点ではまあどうでもどっちでも大丈夫で、つける場所ね、つける場所を間違えないようにさえすれば大丈夫。このブラケットに対してこの位置、この位置にダンパーがつくようにしてあげる。こんな感じね。で、反対側も一緒。反対側も同じように、この内側、つけてあげる。で、ここは、後でね、稼働する部分になるので、締めすぎないように。ガタがないけど、ちゃんとスムーズに動くぐらいの硬さにしておきます。このダンパーが動かんぞ。硬っ。よし。結構、このダンパー硬いですね。まあ、このダンパーで多分保持するんで、硬く作ってあるんだと思います。
はい、そしたらこんな感じにしてあげたら、次にこっちか、こっちのリアゲートの方ですね。リアゲートを出してきて、違うな、こっちか、このリアゲートの裏側の方です。裏側の部分ですね。裏側の部分に、ここに穴があるので、ここの穴のところにさっきこの結び目を作ったこの紐を通してあげる。通してあげて、ここに結び目が引っかかるようにしてあげます。要はこれトノカバーを多分ねここに引っ掛けるんですね。実写の86でトノカバーつけたことがないからあまり馴染みがないですけども、こんな感じで紐をつけて通してあげたら、次に、ここにこれはね、今回ついてるこのパーツ、ドアのラッチですねのパーツを、取り付けてあげるんですけど、丸い穴の方がネジ穴になるのでここにセットして、この真ん中をネジ AP で固定。ネジ AP、 AP なかった？ AP なかった？ちょっと待って、ネジ AP、 ネジ AP、 AP なんかついてなかったぞ。どこ？あ、あった、1本だけあった。これね、このネジ AP で固定すると。はい、ネジ AP で固定してあげたら、次にちょっと一旦避けて、このリアハッチのここに、さっき取り置きしたこのキーシリンダーをここにはめ込む感じね。したらはめ込んであげたら、ここに、このビアガラス、ビアガラスをセットする。こういう形、こういう形でビアガラスをセットしてあげたら、この上にこの内側をかぶせてあげる。でかぶせてあげたら、ネジ TM を使って表裏を固定。全部で9箇所ですね。ちょっとね、僕のやつだけかもしれないけど、この内側のパーツがすごい反ってるんですよ。なんでとりあえずね、全部のネジを軽く入れてから本締めをした方が良さそうですね。こんな感じで、まあ、このサイズのね、外側は金属なんですけど、この内側のパーツはこれプラなんで、このサイズのプラになるとね、どうしても歪みとかっていうのは出てきちゃったりするので、こういう形で全部一旦ネジ止めしてあげる。ネジを軽く入れてあげて、全部のネジが入ったら本締めします。この時ね、リアガラスがずれたりしてないかを確認しながら締めてあげます。まあ、実写だと当然こんなネジはないので、もしこのネジがね気になるっていう人、これリアハッチ開けるとこのネジもろ見えになるんですよ。なんでこのネジが気になるって人は、このネジの頭のとこにね軽くタッチアップで色を乗せといてあげると目立ちにくくなっていいかなと思います。ここはねあんま目立たないんですけどね、ここは目立たないけど、この周囲のこのネジは結構目立っちゃうんで、気になる人はそうやってやっておきましょう。はい、そしたら次に、さっきのこのダンパーですね、ダンパーをつけるんですけど、裏側に LR の刻印があるので、その向きを確認した上で、端っこをネジ 9M、 ネジ 9M で
ところで。なんか、手応えがおかしい。なんか、手応えがおかしいから、この辺にしとこうか。はい、こんな感じ。で、つけてあげたら、これをいよいよボディに合体させると。よいしょ。したら、ボディを出してきて、ここに滑り込ませて、でヒンジの位置をねここに合わせてあげます。ここに合わせてあげたら、ちょっと待って、これなんか見落としてる、あ、ごめんなさい、順番間違えた、先にここにダンパーのこれを取り付けようって書いてますね、ごめんなさい。軽量箇所はここか。から、こうと、こう。こっちはね、つるんとしてる側が車内を向くように、セットしてあげたら、ここをネジ KM で固定。このケーブルがね、なんかちょっと長くてね、ほんまにどこまで入るのかなってちょっと心配になるぐらいネジが長いんですけど、しっかり最後までネジ込む。よいしょ。はい、最後までしっかりネジ込んであげたら、この後にこのリアゲートを取り付けるところですね。ちょっと順番を間違えました。はい。で、こうヒンジをここにセットしたら、この金具のパーツを使ってこのヒンジを押さえてあげる、押さえてあげて、ここをネジ SM で固定。この時もね、ちょっとネジ山がずれやすいので、両方ともねネジを入れてからギュッと締め込むといいと思います。よし、はい、これでねネジ締めたんで、よっ、こっち向けてあげて、配線挟んで、で次に、さっきのダンパーですよね、ダンパーをこことここで位置を合わせて止めてあげると。ここでは、ここは QM を使うと。ちょっとねカメラに映しにくい場所になるんですけど、どうしようか、ちょっと猛烈に作業がしにくいぞ。ちょっと待ってよ、このリアゲートを目いっぱい開けた状態にして、これね、今こんな感じでダンパー片方を止めてあげただけで、リアゲートがね開いた状態で保持できるようになってます。よいしょ。で反対向けてこの位置を合わせて、ネジ止め
で、ここはね、当然あの稼働する部分なので締めすぎないように気をつけてあげたら、ちょっと配線をね挟んだらあれなんで、一応内側に避けて、でギュッと締めてあげる。はい、こんな感じ。こんな感じで締まるようになったら、これでね、99号の作業は終了になります。じゃあ次行きましょう。はい、そしたら100号なんですけど、100号はねボンネットフードを組み立てるっていうことなんですけど、僕純正ボンネットは捨てちゃいました。こっちのねカスタムパーツの方のカーボンボンネットを使うつもりだったので、純正ボンネットの方はねちょっと引っ越しの時にね落として傷がいっちゃったっていうのもあったんで捨てちゃったんですよ。なんで、そっちの方では紹介せずにもうこっちでやっていきます。はい、ちなみにこのカスタムパーツのボンネットは98号に付属してたんで、これを使ってやっていきます。はい、そしたらね、出してきてあげて、でまず、ボンネットの裏骨、ボンネットの裏骨のパーツにこのキャッチの、フードストライカーですね、フードストライカーを取り付け。で、これはね、ここの足の長さが、長い短いがあるので、短い方が前に来るようにして、ここにセット。ここにはめ込んであげます。そしたら、この上からボンネットをかぶせてあげる。待ってか、これ。ずれてんな。こうかな。はい、こういう形でセットしてあげたら、このストライカーもこれで固定されるんで、こういう風にしてあげたら、この裏側をネジ YP で固定。で、このネジ YP で固定していきます。これネジ AP ついてるの、これ何使うんだろう。でこれもさっきのリアゲートと一緒で、結構パーツがね反ってるんで、とりあえずね全部ネジを入れちゃいましょう。でこれボンネット、あの純正ボンネットを使う場合はボンネットが金属製、ダイキャスト製なんでいいんですけど、このカーボンボンネットの方はボンネットがプラ製になるので、舐めないようにね気をつけて締めてあげる。これで全部ネジ入れたから、最後本締め。本締めというともね、さっき言ったように締めすぎないように舐めてしまうんで。あ、これ真ん中もあった。おっと。はい、でボンネットはねこれで組み立て終了なんですけど。次100号の方の一部だけちょっとやっていきます。っていうのは、これちゃんとねウォッシャーノズルついてるんですよ、カーボンボンネットでもね。まあ、これウォッシャーノズルついてるんだと車検通らないんですけど、ウォッシャーノズルついてるんで、100号のこのウィンドウォッシャーの配管の部分だけやっていこうと思います。はい、なのでこのホースとこの三つ股のパーツ、これだけ出してきてあげて、でまずホースを、35mm を2本、とで 95mm を1本切り出してあげます。で、この三つ股のジョイントのパーツの、このまっすぐの端端に、この35mm を2本。よいしょ。ああ。で、この斜めに生えてるところに長いのを刺してあげたら、これをね、ボンネットの裏の、このウォッシャーノズルの根元に刺してあげる。で、この配管がこっち側、
こっち側に来るようになるってな、写真が。いいので、こう向きで、ここに差し込む。はい、こんな感じでセットしてあげたら、これでボンネットの組み立ては終了になります。で、あと、このねリアスポも今回のカスタムパーツの中についてるんですよ。このリアスポとあとマフラーの出口のパーツがここについてるんで、まあここは好みでつけてくださいっていう形になってるんですけど、まあ僕はリアスポあった方が好きなのでリアスポつけちゃいます。イニシャル T のね仕様の場合はこのリアスポってつかないのでなしでいいと思うんですけど、僕はついてる方が好きなので、まあ本当はね TRD パネがついてる方が好きなんですけど、まあさすがにカスタムパーツで TRD の羽は来ないと思うので、ここに両面テープを貼ってあげて、微妙に両面テープが少し大きい。で、これをここに貼ってあげると、ここにベチャッと貼ってあげるっていう感じですね。しょ、大丈夫かな、なんか油分ついてそうやな。ちょっと軽くジッポーオイルで拭いてあげる。ジッポーオイルで出汁できたっけ、どうやったっけな。油分がついてそうなんで、こう貼るところ拭いてあげて、でここにね貼ってあげる。でこの時ねこうやってこういう風に折ってあげてやってあげると位置決めがしやすくなるので、これ、ね、実際の板金屋さんとかもよくやるやり方ですね。こうやって位置を合わせてあげて、でこの両面テープの剥離紙を引き抜いていく。ちょっと両面テープだけだと心もとない気もするけど、実写の場合はね裏にね穴開けるんですよ。穴開けるんですけど、まあ、これは両面テープだけ、こんな感じ、ね、でリアスポがくっつきます。これね純正の純正オプションのリアスポですね。これは形的にはこんな感じでつけてあげたら、これで今回の作業は全て終了っていう形になります。はい、なのでまた、来週続きやっていく形になります。115号で完結なのであと2回かな、あと2ヶ月で完成っていう感じになりますんで、一旦このまんまね、エンジンとか全部ノーマルのまんまで一旦完成までやっちゃって、でその後、まあエンジンのそのカスタムパーツのね、制作の進み具合にもよるんですけども、そこからエンジン一回下ろしてもう一回っていう形でやろうかなと思いますので、まだ続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。あといいねとかコメントいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。